社会科学高等研究院は、フランス・パリの高等教育機関。社会科学分野の研究者、大学教員の養成を目的とする大学院、大学であり、グランテタブリスマインでもある。1947年創立。パリ中心部サンジェルマンイコールデイコールプレの、本キャンパスのほか、リオン、マルセイユにキャンパスを持つ。高等研究実習院創設以来あった。 社会科学の再編を求める声を受け、アナール学派のリュシアン・フェイブル、フェルナン・ブローデル、シャルル・モラゼの3人により、ロックフェラー財団の援助を得て1947年、高等研究実習院に第6部門が創設された。初代の部門長は、リュシアン・フェイブル。1956年に、部門長となったフェルナン・ブローデルは、フォード財団の支援を受け、 カルチエラタンに分散していたグループを現在の本部所在地であるラスパイウォー通りに集めた。1972年にはジャックル・ゴフが部門長となった。1975年第6部門は行政的に高等研究実習院から独立し、高等教育研究機関としての地位を持ち、独自に免状を発行することができる社会。 科学高等研究院となった。1977年、フランソワ・フュレが委員長となる。2014年12月、パリニチフツ高等研究センターが設立された。AB、アーカイブドコピー。2008年6月19日閲覧。ありがとうございます。